金利付は、江戸幕府における職名の一つ。金利とも。天皇の住まう、金利御所の経営や、下衆の間接などを司った。老中支配で不要のまずめ。戦国高の五役目で、役料は千五百票。定員二名。配下として、おのおのより木十期と同人四十名がいた。勤務は、当番制で、毎日御所に参大し、御所にある御用部屋に詰めた。 三代した後は、武家天送との接衝や、京都諸子代や京都町武行と武家天送との間の取り次ぎなどを行った。御用部屋にある幼鳥に、天皇の期限の様子など金利における所持を記録し、常と異なることがあれば、京都諸子代に報告した。老中支配ではあるが、京都にいる間は、京都諸子代の配下として万事において、指示を受けた。他にも、 口向きや、金利まかなや玉の統括、金利における金銭の流れの監督、金利の経営、調停内部で発生した事件の捜査、代理部身の奉行など、金利の全般を監督した。区下衆の業績も監督し、火事が発生すれば発生場所が御所からどれだけ離れていても、より木と共に、金門の警備を行った。空門、日野門、 五所の三箇所の門の出入りを取り締まり、金利付けの切手を持たない者の通行を禁じた。官位は、昇殿を許されない、地下官人クラスの十五一下だが、日常的には、朝廷内で幕府を代表しているため、家に異性は相当なものがあった。正二とか十一位の官位を持つ、武家転送に連絡、相談がある場合は、転送を呼べとご用部屋や呼びつけた。また、 御所の外にあっても御節家、三宅と行き交う場合は、籠から飛び降りを辞儀をするが、大納言、中納言、三義、それ以外の道場区下などに対しては、籠から降りずそのまま行ってしまうという。歓永20年9月、名将天皇の上位と御孔明天皇の即位に伴って設置。初代金利付は、高木森久と天野長信の2名。安営2年に、 口向き役人による処刑費の不正流用、核発注事件が発覚、大量の処分者を出す。それを受けて口向きを監督する機構の改革が行われ、翌3年に京都入用取り調べ役、御所管司買い物試験を新設し、これらを金利付けの支配下とした。慶応3年12月に廃止。3000国以上のものであれば薬料は800票。 天皇たちの日常生活を支える諸役人、金利御所の会計、丁度、食料などを鑑賞する幕府から派遣された役人、幕末の天皇、ありがとうございます。